長崎湾に落ちたロータ破片長崎湾に落ちたロータ破片長崎造船所タービンローター破裂事故は1970年10月24日に三菱重工業長崎造船所で試験中の蒸気タービンローターが破裂した事故である死者4名、重軽傷者61名が発生した同事故の原因究明と対策はその後の成功、熱処理、検査技術に進展をもたらした 事故当日、三菱重工はスペインエンデサ社向けの33万キロワットタービンドーター初号機の加速度試験を行った。ローターは、胴部外径1778ミ、mm、リメートル、翼外径3403ミ、mm、リメートル、胴部長さ3590ミ、mm、リメートル、全長7698ミ、mm、リメートル、重量50トン、材料は3.5ネッキルモフを真空作り返した。 ものである。定格 3000rpm の120%である 3600rpm まで回転数を上げる途中、3540rpm に達した13時42分、ローターが4つに割れて飛散した。原因は変積や不純物によるローター素材の欠陥による脆性破壊である。最も遠くまで飛んだ破片は 1.5km 先の 工場西側の山頂付近に落ちた。この破片の重さは11トンにあった。9トンの破片は880メートル先の長崎湾に落ちた。一つは工場内を水平に飛び、多くの死傷者を出した。最後の一つは工場の床に刺さっていた。長崎湾に落ちた破片は後世への戒めとして、長崎造船所資料館に保存されている。ありがとうございます。